岩崎正吉は、日本の医師、教育者。生の、木は、山辺に、木であるが、ジス X0213 に収録されていない文字のため、岩崎正吉と表記されることもある。岩崎眼科委員委員長、美保良園園長、静岡女子役学校校長などを歴任した。静岡県出身の眼科医である。足の怪我により、歩行困難となったが、 それをきっかけに医師になろうと決意した。上京して医学を学び、後に故郷に戻るとがんを専門とする診療所を開業し、住民の健康水準の向上と地域医療の発展のために力を尽くした。また、女子に対する高等教育の必要性を感じ、自ら静岡女子薬学校を創設したことでも知られている。静岡女子薬学校は、公立大学である、 静岡薬科大学の母体となり、後に静岡県立大学の薬学部、大学院薬学研究院、大学院薬食生命科学総合学府の礎へとなったことでも知られている。1871年12月2日に生まれた。幼い頃に誤って足を怪我したため、以来数年にわたって疼痛に悩まされ、最終的に歩行が困難な状態になった。その結果、 学校に通うことができず、小学科と中学科は独習で学んだ。こうした中で、医学に興味を持ち、医師になりたいと決意した。学校に通っていなかったため、医師になるのは困難と思われたが、その決意は極めて固かった。両親の許しを得て、17歳の春より、静岡県城東軍池に行った村の上等病院に、赴き、医師の丸尾共同より指導を受けた。 将来を植望され、より一層深く学問を収めることになった。明治維新後の大日本帝国では、西洋の優れた科学を摂取しようとする機運が高まり、東京府には多くの学校が創設されていた。19歳の初夏に上京し、以来8年間にわたって、勉学に励んだが、その間一歩も歩かなかった。また、この間に、当時の大日本帝国にあった。 医学書はすべて読破した。新キャンパス移転後に完成した静岡女子薬学校の本館医師国家試験に合格し、1895年6月に内務省の遺跡に登録され、晴れて医師となった。その後、故郷である静岡県静岡市に戻り、1896年に岩崎岩科院を開業した。住民の健康水準の向上と、 地域医療の発展のために力を尽くした。なお、医師になるまでの苦難に心を打たれた、区内大臣の土方久本が、開業に際して診療所の変額を記号してくれた。また、開業10周年の際にも、土方から書が寄贈された。開業以来およそ20年間で、約50万名の患者を診察しており、バクトの、清水次郎長子と、山本長五郎も、 患者の一人であった。その傍ら、自活と収容に励み、事業に努めて、ついに歩行ができるようになった。この経験から、強権収容を重視するようになり、1914年に、静岡県安倍郡美保村に、美保療園を創設した。一方、医師としての活動を通じて、我が国の医療には、高い専門性を持った人材が求められていると、感じていた。しかし、 高い専門性を持った医療系の人材は男女問わず不足していた。また、当時の第二本帝国においては男性に比べて女性に対する高等教育の場が圧倒的に少なかった。こうした状況下で女性に高等教育を授けることで医療現場で活躍できる専門的な人材を育成すべきと考えるようになった。対象年間、 女性に薬学を講じる私立学校を創設し、薬剤師の育成を図ることを決意した。静岡県知事に対して、静岡女子薬学校の設置を願い出て、1916年2月に認可された。これを受け、同年4月に静岡女子薬学校が開校した。自らが初代校長に就任すると、自身が運営する岩崎眼科委員の部屋を教室として提供した。 1919年には、修行者に対して、薬剤師検定試験の受験資格が認められることになった。同年3月、第1期生を送り出した。その後、教室が手狭になったことから独立した校舎を設けることになり、1924年に、竣工した。これを受け、静岡女子薬学校は、1925年に、新校舎に移転した。しかし、 癌を患っており、校長在任のまま同年10月9日に死去した。意外は、静岡県安倍郡大谷村の大正寺に葬られた。校長を書いた静岡女子薬学校は一転して、廃校の危機に陥るが、翌年12月に、篠田恒太郎が、第二代校長に就任した。篠田は、静岡市立静岡病院薬局長や、静岡県衛生技師などを歴任しており、 岩崎の破壊死に、自生の歌を記号した人物でもある。篠田の尽力により、1930年には12,500円を投じた新たな本館が竣工している。その後、静岡女子薬学校は、静岡女子薬学専門学校を経て教学化され、静岡薬学専門学校となり、静岡県庁に関され効率化されると、静岡県立薬学専門学校となった。 さらに、旧制専門学校から新生大学への移行に伴い、静岡薬科大学となったが、1980年代に同じく公立大学であった静岡女子大学、静岡女子短期大学と統合され、新たに静岡県立大学が発足した。静岡女子薬学校の流れを組む静岡県立大学では、学長を務める経済学者の鬼頭博士が、 女子の高等教育が一般的でなかった100年前に、薬学という専門の領域に進む女性を育てる場を誕生させ、全く新しい時代を切り開いた功績は大きいと指摘するなど、岩崎の功績を称いている。薬学部では岩崎の生にちなんだ岩崎賞を創設しており、卒業生の中から学部専門家庭の成績が最も優れていたものに授与している。 また、草薙キャンパスの羽ばたき胸の横には、かつての岩崎邸の門石がモニュメントとして、混流されている。2017年には岩崎を検証するレリーフが、制作され、草薙キャンパスの薬学胸の玄関に飾られることになった。同年5月26日の除幕式にて、薬学部学部長を務める薬学者の香川義氏は、レリーフを見ながら登下校することで、 日々心を新たに勉学、研究に勤しむための支えになればと願っていると述べている。ありがとうございます。